高津柿の元の神社は、島根県増田市高津町に鎮座する、旧建社。火星、柿の元の人丸を祀る神社で、正式名称は、柿の元の神社。柿の元の人丸を祀る柿の元の神社は、日本各地に存在するが、その本社を主張している。鎮座地は、丸山の東に張り出した尾根筋の鴨山山山頂に位置し、境内を含めた一帯は祭神にちなんで、 昭和50年代から、島根県立万葉公園として整備されている。柿の元の人丸は、当地で没したと伝えられることから、その霊を神として祀っている。地元では、人丸神社、人丸さんとも呼ばれ、角をはじめとする学問や、農業の神、また、岩見山氏の祖神とされたことから、植産の神として崇敬されるほか、人丸を、人丸や、 人生まれと介して、家剖や安山の神としても数形されている。晩年に国主として、岩見国に赴任した柿の元の人まろが、和道年間に、鴨山の岩根島倉ける我をかも知らにと妹が、待ちつつあらんの辞世の歌を読んでます須田川川口の鴨島に没したので、人気年間にその霊を祀るために、岩見国寺が、 聖武天皇の直命を受けて、鴨島に人丸社を創始したのに、はじめ丸と言い,い、また天平年間には、人丸寺も建立したという。人丸の没年には、慶雲四年節、和道二年節、仁気岩年節などがあって定かではなく、またその終焉伝承地も安城市の福島など、島根県内だけでも各所にあって、定説を見ないが、当神社の西方を4キロメートルほど離れた増田市。 戸田町の戸田柿の元の神社には一丸が、柿の木の下で生まれたという樹下誕生体や余発塚があり、当地一帯が柿の元の死と縁のあったことが想定できる。ちなみに、高津町や戸田町は古く岩見国民の軍小野里に相当し、合名は古代豪族小野市の移住、開拓に由来するとされるが、柿の元の死はその小野市の氏族である。 万事三年の地震とそれに伴う大津波で、鹿島と共に海中に没したが、心臓は高津の松崎に流れ着いたため、その地に社殿と別当時としての一マロが再建された。その後、後鳥羽天皇の時代には、岩見国寺平高一によって、社殿の改築と水田重長部の寄進が行われている。江戸時代に岩見銀山武両の大久保長安による造営と金の、 灯籠が建納され、さらに、遠方九年風水難を案じた津和の藩主、亀井コレチカによって、高津城のあった現在地に移築された。同じ頃、都にあっては、霊元上皇が古今伝授に際して祈祷を命じたり、後に、新筆の御成果を奉納したりと和歌の神として、数形し、享保八年、柿の本の人丸の千年祭と称して、 柿の下の大明神の信号と小一くらいの深海が宣言された。また現地にあっても千年祭を採行するとともに、別途一まろじを神福寺と解消している。以後歴代天皇をはじめ信号役業にあっては、特別に放落を営んで和歌を短冊に認めて、奉納稼道の上達を願う風が流行する一方、津和野藩では、教法十三年に、車両十三国を寄せ、 岩見山氏の祖神に位置づけて、藩内第一の神社と崇めた。慶応元年に神父福寺を拝して、社号を柿の元の神社に改め、近代社格制度では、県社に列した。その他、二月節分の日に節分祭が、九月十五日から一週間、周期礼祭が行われている。本殿は、聖徳二年の増体にかかり、 宝山県主塗りの単層入りも屋作り妻入りで、正面に東派府の後輩を設けたカスガ作り変態で、屋根は日わだぶき。殿内は、津和の藩主亀池の家門、四爪結び門をあしらった板扉で内外人を隠し、内人には趣味団を構えて、等身大の人丸心臓を安置する。昭和57年6月18日に、島根県の有形文化財に指定された。 なお、本殿前の入りもや作りつま入りの拝殿は、平成10年2月に新築されたもので、これは同伴武器である。また、宝物殿もあり、霊源上皇をはじめ、桜町、桃園、小桜町、広角、人光天皇の歴代天皇が、ひとまろ絵具を模様して、華道の上達を記念した檻の短冊和歌が展示されている。ありがとうございます。